納豆がいろんなところにありますね。その冷蔵庫収納やり直しませんか。ビールの6缶セットがシンデレラフィットします。カインズアイテムで簡単にスッキリ、デッドスペースも収納場所に。整理収納アドバイザーがリバウンドしない冷蔵庫収納のコツを伝授します。冷蔵庫の中ぐちゃっとしていませんか。整理されていないと賞味期限切れになってしまったり、同じものを買ってしまったりなんてことも。それもったいないです。数々のライフハックを配信する整理収納アドバイザーの中村さんとカインズアイテムですっきりさせていきましょう。まずはアイテム探し。このシリーズいいですね。透明で見やすくていろんなサイズがあります。あ、これすっごい使えそう。さすがプロ、次々と品定めしていきます。アイテム選びにコツはあるのでしょうか。アイテム選びのコツは、無駄なものを買わないように事前に冷蔵庫のサイズを測ってくることが大切です。収納グッズありきではなく、例えばお豆腐にはこれなど用途を決めて選ぶのがポイントです。というわけで今回購入した商品はこちら。冷蔵庫の中がどのように変身するのでしょうか。まずは冷蔵庫の中身を全部出していきましょう。うわー、納豆がいろんなとこにありますね。チーズが2つもありました。全部出し終えたら不要なものを選別。賞味期限が切れてるものや傷んでるものは処分するしかないですね。いっぱいないけど。冷蔵庫の中は詰め込みすぎないのがポイント。省エネにもつながります。まず最初に使うのがスキットシリーズです。透明で奥まで見やすくて、まっすぐで直角なので無駄な隙間が生まれません。サイズ展開も豊富で、場所やアイテムに合わせて組み合わせできるのも魅力の一つ。 M サイズを使うとビールの6缶セットがシンデレラフィットします。いろんな場所に散らばっていた納豆も M サイズのスキットにシンデレラフィット。冷蔵庫に並べていくと、スキットシリーズに入れると奥のものも見やすくて取り出しやすくていいですね。ジャムや調味料の瓶類もこの通り透明なので死角が少なく、何がどこにあるか見やすくなりました。この隙間もったいないですよね。ここを収納スペースに変えていきたいと思います。使用するのはこちら、冷蔵庫クリップです。使い方は簡単、棚に引っ掛けるだけで収納スペースが誕生。感動したポイントが、このクリップが短いので上の収納を邪魔しません。これはめちゃめちゃいいです。迷子になりがちなスライスチーズやハムの収納にぴったり。こちらも透明なので在庫が確認しやすくなります。作り置きのおかずや食材のストックには耐熱ガラス保存容器がおすすめ。サイズを揃えられると無駄なスペースがなくなっていいですね。耐熱容器なのでこのまま電子レンジで加熱できるので家事の時短にもつながります。野菜にぴったりな保存容器も見つけました。野菜や果物などを洗ってそのまま保存可能。ザルと保存容器の2役をこなします。さらに数字のダイヤル付きで保存日時を記録する機能も。洗ってそのまま保存できるのが手間なくていいですね。多機能なのに形が四角なので冷蔵庫を圧迫しません。新鮮に食品を保つことができる圧縮袋を使えばかさばらずに真空保存も可能。カインズの調整できる仕切りと一緒に使ってみると。調整できる仕切りと一緒に使えば立てて並べて収納できて見やすく取り出しやすくなります。バラバラのジャムや調味料はこの回転台を使っていきます。くるくる回すことができる回転台、奥のものも簡単に取れるのでしまってあるのを忘れることもなくなりそう。このまま取り出して食卓に運ぶこともできます。これで冷蔵庫のメインルームが終了。見た目がすっきりしただけでなく、何があるのか在庫も確認しやすくなりました。
ごちゃごちゃしていた冷蔵庫ポケットは仕切りできるアイテムを投入。見た目は小さなアイテムですが、効果はご覧の通り。なぜ今までなかったのか不思議なくらい便利です。何をどこに戻すか、冷蔵庫の中の物の住所を決めておくとスッキリが長持ちしますよ。冷凍庫の中は立てて収納するとスッキリします。使うのはこちらのアイテム。冷蔵庫でも活躍した調整できる仕切り板です。冷凍食品も立てることで在庫管理がしやすくなります。野菜やおかずもジッパーバッグに入れれば立てて収納 OK。 冷蔵ルームで紹介した圧縮袋は冷凍庫でも大活躍。魚の切り身やお肉なども立ててストックできます。立てて収納すると見つけやすくて取り出しやすいですね。冷蔵庫収納を見直すことで食品ロスを減らすことができたり、冷蔵庫の節電にもつながるので、ぜひチャレンジしてみてください。今回紹介した商品はこちら。すべて揃えてもおよそ8,000円。カインズで冷蔵庫収納をやり直しましょう。ますます便利になったカインズアプリを使えば店内マップに表示されるので、広い店内でもすぐに商品を見つけられます。さらにポケットレジ機能を使えばレジに並ばずお買い物が可能です。商品をスキャンし、お買い物が終わったらその場でスマホ決済、専用レーンでチェックアウトしてお店を出るだけ。店舗でぜひお試しください。近くにカインズがない方はオンラインショップをご利用ください。